はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回またね、警察が不祥事を起こしたっていうことで、その話したいと思います。ちょっと前にね、私の動画で、これサブチャンネルだったかどうかちょっと忘れたけど、あの警察官が5人逮捕してお年寄りを40時間以上も拘束していたっていう話をしましたけど、今回もまたね5人逮捕でして、で今度は兵庫県でコンビニの売り上げを盗んだとして窃盗容疑でそのコンビニの店員が逮捕されたんですよ。でこれ逮捕されたのが今月の17日でして、60代の女性でコンビニで働いていたんですが、その店の売り上げを盗んだとして同じコンビニの、まあ、社員が通報しまして逮捕されたわけです。そして14時間も拘束された後に無実だと分かって釈放となってます。逮捕された女性は捜査の段階でね、何度も何度も自分は盗んでないし、あのコンビニ内の監視カメラの映像を見てもらえれば自分がやってないことっていうのは一目瞭然で分かるだろうと無実を訴えていたわけなんですが、警察の方は全く聞く耳持たずに通報したその、まあ、職員社員の言い分のみを聞いて逮捕していたわけ。これこの間のやつとね、全くパターンとしては同じだよね。この間もお年寄りは自分は盗んでないし、手に持っていた品物っていうのは知人からもらったものだと言ってるにもかかわらず、片方の主張しか聞き入れず、長い間犯人だと認めろとか脅しまがいの、まあ、取り調べしてたわけですよ。なんで警察って双方の意見聞かないの、話聞かないの。まずね、そこがおかしいよね。双方の主張聞いた上でどっちが正しいか辻褄合わせていけばおのずと見えてくるじゃないですか。今回も盗まれたとされたお金ってね、これ結局どうなってたかっていうと、ちゃんとね売り上げとして本部に送金されてたんですよ。だから一切お金はなくなってないわけ。前の話の時も、あの盗まれたとされた商品は結局あの在庫の数とかあの合ってて数が減ってないことが分かったんですよ。取られてなかったの。なんでね、あのこういう初歩的なことをやらずに片方の言い分だけで判断しちゃうのかね。ちょっとね確認すれば分かる話じゃん、うん、これってさ、だから捜査してないし、日本の警察ってバカですかって話だよ。もしかしたらあのこんな感じでね、常にいろんなところであの5人逮捕されてて、無実の人が無理やり脅されてありもしない自供させられてる可能性ってあるかもしれない。本当にこういうやり方されてるの今回の兵庫県だけじゃなかったわけだからね。今回5人逮捕された女性はさ、あの被害申告を鵜呑みにして必要な捜査をしてなかったとして、あの330万円の損害賠償を請求してます。まあ最もだと思いますよ。精神的苦痛を負ったわけだからね。こういうさ、職務怠慢による5人逮捕とかはさ、厳しく罰するべきですよ。これ無実の人を犯罪者扱いしたわけだから、警察だからって何やってもあの許されるなんてみたいな、その風潮はさ、いい加減さ、なくしてほしい。5人逮捕も犯罪として処理してほしい。正直言って普通にさ、無実の人に罪かぶせた警察だからね。もうそれこそさ、窃盗犯とかと同様にその警察官の写真も晒してもいいと思う。あとよく確かめもせずに言い分も聞かずにあの通報した同じ店の店員も、これも逮捕してほしいよね。お前が通報しなければそもそもことは起こらなかったわけで、売り上げが毎日本社に送金されていることぐらい店員ならわかんだろうって。どうやったらよく確かめもせずに同じ職場で働いてきた仲間を証拠もなしに犯罪者として通報するのか。この店員もね、相当おかしいと思うよ、人として、うん、これただの店員なのかな、それとも雇われ店長なのかな、ちょっとわかんないけど、とにかくね、またこのようなね、腹立たしい事件が、起こったっていう、警察が起こしたっていう話でした。